究極のカードバトルエンターテインメント、それがバトスイッエクストリームゲーム。前回これはさあと言って当たってします。ラッシュないです。エイジス5掛川に敗北し、キング戦挑戦権を失った BKZ。 最終戦立ちはだかるのはエイジス3マスオコウスケ。僕は次はコリュウです。まずはこちら、三流宝剣エンシェントキャリバー。赤のグランウォーカーだったら何でもつけられるんですけれども、これがブラフマについてアタックするとブロックされた時に1点ライフを抜くんですよ。つまりブラフマーはグランウォーカーネクサス相手の効果をほぼ受けない。これ通したら2点は持っていくし、ブロックされても1点、なんで絶対持っていくマンなんですよ。強い強い、美しく1点抜きます。強いて言うなら先ほどのは白い竜、まあ、守りの竜ですよね、鱗の部分、まあ、今回のは赤、攻撃の部分、まあ、爪だったり牙、攻撃重視の竜でいきたいと思っております。対する BKZ は、さあ最後に出るのは A さんで、最終デッキですが一体何を握るんでしょうか。最後は早朝の方になります。お、早朝、お、なぜ早朝を選んだんですか。ホルスが来たらホラーフィーと合わせて安定して、うんうん、展開しながら何かできるんで、はい、お強いデッキかなと思って。なるほど、クレイさんだけで実装いくぞ。あー、早朝 VS 古竜、果たして勝つのは。先攻 BKZ クレイさん、後攻エイジス3マスオコウスケ。ゲートオープン、開放。お願いいたします。さあ先ほどは勝利したクレイさん、はい、今度は早朝に行ってきました。参加数で今年が天空城キジバトヨラ召喚します。召喚します。さあトヨラデッキの上から4枚オープンします。ジークフリードホッチバラニクス、リベリオンネヘジェトが入っている。その中の天空砲をホラクティ1枚手札に加えます。かしこまりました。この順番で木の下に送ります。はい、はい、このままターン終了で、はい、ではスタートステップ、コアステップ、さあドローステップ、ではおーブラザーから配置します。いけた。コストチャーで同盟カードがないので、はい、コアチャージを行います。スタートとしてはね、もう一方の想像のグラムかブラマーの方が良かったんですが、まあこれでも。なるほど。続けて大神拳アラマンディをダイレクトブレイルさせます。3コストで対象が出たので、はい、コアチャージ、はい、ではアタックステップ入ります。アタックステップ開始。さあもうこれは天神アタック、グラムかアラマンディの効果でキジバトを破壊しながら戻して2点を叩き込む。ではアタックステップでアタック、アラマンディの効果で1万以下を破壊します。はい、破壊しました。はい、さあそしてドロー、ここまでで何かあればこちらフラッシュないです。こちらもございません。じゃあ2点、はい、素晴らしい。頼みます。タウステップ、コアステップ、早いですね。ここの2点は大きいかもしれませんね。はい、さあトップで何を入れたか。ピンクチョウナイルバー、ナイルバードから、はい、はい、召喚効果使用します。はい、手の中で5枚オープンします。またしてもリベリオンネジェド。ホルス、ホルス、ホルス出ない、ホルス出ない、出ない。ほんまに言ってるこれ。おい、最後の最後にこんな俺ら弱くていいんか。この順番で下に送ります。じゃあ続けてこそでスゴクになって召喚します。はい、さあしかし破壊耐性および破壊時がついたスピリットを並べて、まだ逆転の目を作っているという状況ですか。はい、このアタックステップ入ります。何もせずないので、はい、ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ、イエス、バーストをセットします。うん、アバタードラゴングリーンのアクセルを使います。あ、ここでメインで破壊してきましたね。はい、すごくいいなを対象に取ります。破壊でした。はい、 BP7000 以下のスピリット一体を破壊します。アクセル効果使いました。じゃあこのまますごくいいな破壊されます。はい、破壊し、はい、敵の中1枚動かします。
このまま1コース払ってミックス召喚します。かしこまりました。じゃあこのままミックス召喚に効果使用します。はい、ネルヴァルチャーとホフトテータが手札にここで加えます。なるほど、はい、この次のターンも考えて、残りはこの順番でデッキにしたら残ります。はい、さあまだマスオさんのメインまたドラゴンを召喚します。手元から召喚して対象が出たので好調子アタックステップ入ります。はい、アタックステップ開始で解です。こちらでクラウンフォーセ、はい、クラモーカーグラハマでアタック、ね、大神経アラマンディの効果でグレーブアタックし1枚となります。スピードを返します。そしてマンドロー、ラッシュはないです。こちらラッシュございません。ラッシュない。アルバドブロックでフラッシュないです。こちらもフラッシュございません。このまま破壊されます。はい、さあ効果での消滅破壊ではないので破壊時は出ませんでした。アバタードラゴングリーンでアタックします。フラッシュないです。こちらもフラッシュございません。じゃあ行ってください。はい、では全てのアタックが終わったのでエンドステップでブラハマが戻ります。はい、ではすみません、タイムです。スタートステップ、コステップ、ドンステップ、はい、サンゴステップ。天空ちゃんナイルバードを召喚します。ナイルバードで、はい、さあ今度こそ召喚効果使用で5枚オープンします。はい、違う、さすがにめくれるとは思いますが、あったあったあった、本館ホップス1枚手札に加えます。はい、残りはこの順番で敵の下に送ります。かしこまりました。はい、敵下送ります。はい、じゃあ続けてクランカーホップスします。開始時同盟カードないんで3枚吐きします。はい、さあ3枚投資に置きます。まあそうですね、ホルトさん、はい、バーストセットします。はい、1コスで今年が天空城キビジキジバトゥーラ召喚します。はい、召喚されたのでコチャージもらいます。はい、なんとかホルス乗せたいですね。乗せたいんで、あ、ヒーロープロセスやりリスヤタガライ、うん、キジバトゥーラ以外全部手札に入りますね。ハラユス手札とオープンサイト的ヤタガライとヒーロースプロセスの効果で手札に回します。はい、手札に加えますね。かしこまりました。で、ハルエス手札で、はい、これは強かった。はい、ネコスでヘタガライに召喚します。はい、召喚されたってコアチャージに加えます。かしこまりました。感じ、上からコアに自分のスピードにヘタガライに2個いきます。うんうん、はい、さあコアを増やしてきました。次でヘタガライに召喚します。再びヘタガライ消滅させながら召喚します。で、消化されたので壊れちゃうし、はい、もう一個のスタイルですね。スカンリボイドからこう2個自分のスピードに分けるんで、ヤタガライ2個いきます。はい、で、今すぐヤタガライもう一体召喚します。なんとヤタガライが3枚もあった。3枚目で、消化されたので壊れちゃうし、さあ6個乗りましたよ。ヤタガライに置きます。はい、6個乗りましたね。すごい。で、これもアタックスーパー入れます。はい、ヤタガライアタックでフラッシュがあればございません。じゃあフラッシュ、グランウォーカーホルスの効果で6個乗ってる時が、ターン1回このネクサスのグランスキルを4から1に変更できるんで1コース、はい、さあこのまま繋がっていけば、はい、すごくいいな。ショーニックス、リベリオンネージェとすごくいいなですよね、やはりね。はい、で残りが、この順番でデッキの下に残ります。はい、でフラッシュがあれば、こちらはフラッシュございません。こちらはないですね。とそのアタックは払い切れいけます。検証後で、じゃあここでアレックスを入れました。少しアレックス召喚して、その後ドローか、ドローをいただきます。はい、今日このターン終了で、はい、ではスタートステップ、ここはステップ、ドローステップ、とりあえず創造のグラウォーカーブラフマを自己ストで配置します。創造のブラフマを持っていました。同盟カードがないのでコアチャージ。対象が1つなので1コアチャージで
アバタードラゴングリーンの効果で、系統コリを持つ自分のスピリットの効果でデッキからオープンされたか、自分の赤のグランオーバーネクサスの効果でトラッシュに置かれたこのカードは手札に加えられるので加えますと。ファーストセットします。マシンタッパーを残すと配置で、透明カードないので1枚3枚対象カードございません。 OK です。地球保険エンシェントキャリバーをエンシェントキャリバー出てきました。残すとで、このチャージ。三流宝剣エンシェントキャリバーですが、ブレイブ条件はコリューは残すと5以上か、想像を持つスピリットにブレイブできます。でスピリットブレイブ中ですが、このスピリットのアタック時ブロックされた時、相手のライフのコア以降相手のリザーブに置く。系統化身か想像を持つスピリットとのブレイブ中、この効果でリザーブに置くコアをプラス1するということで、はい、ブロックされた瞬間に2点飛ばすということも可能。ではこれでアタックステップに入ります、はい、アタックステップ開始時グランウォーカーブラフマーがグランウォーゼ、そしてグランウォーカーブラフマーでアタック、アタック時効果で1枚以下の相手のスピリットのリガトゥーラーを破壊します、はい、で破壊した後に1枚ドローします、はい、これも破壊されます。はい、さあ、そして破壊しますと、はい、先ほど手札に入れたイベントアーチャー、はい、2対14ですね、まあ、これで後続は立ちましたが、はい、召喚士と神託どっちからいきますか。神託から出るんですか。はい、ゴアチャージして、はい、イネバーチャーの効果で、ここ2体を10ヒローでお願いします。はい、10ヒローさせられます。フラッシュないですね。ではこちらフラッシュ、想像のグランウォーカーブラフマー、こちらもグランフォーゼします。フラッシュないですね。こちらフラッシュございません。ではすごくいいのがグレーブロック時フラッシュないです。こちらもブロック時フラッシュございません。破壊時スイッチをします、はい、グランカホルス、はい、グランカホルスはデッキの下に戻すんで、はい、デッキの下を選びました。下に選択で、これ破壊されます、はい、では続けて三流宝剣エンシェントキャリバーがついた創造のグランウォーカーブラフまでアタックします。フラッシュホルスで使用します。はい、1個あれ使います。スピードホルス、ヒロスクローズオープンです。やはり召喚時効果のボイドからコア3個アルティメットに置くというのは強いですね。強いですね。で1個去って、アブストラします。はい、アルエスはできましたね。はい、なおかつ次の自分のターンが返ってきた時のアタッカーに、スピードホルスが召喚タイム、はい、ボイドからコア3個、はい、このスピリットにこのアルティメットに置きます。こちらフラッシュはございません。こちらもブロックせざるを得ない。リピードホルスでブロックします、はい、でブロックしちゃって1点、はい、ブロックされて1点、はい、さらに置きます。フラッシュはないですね。こちらもブロック後のフラッシュはございません、うん、ではこのままダイエンドします。はい、ダーもらいます。コアドローで、はい、ゴスで情報ニックス召喚します。はい、情報ニックス、はい、で出たのこちらです。はい、召喚時考えますね。召喚時使用します。はい、4枚を召喚時効果使った。クス、リビリオンネージとフルバルチャー、これですね、うん、はい、でここでファラニクス手札に加えます、うん、はい、残りはこの順番にデッキの下に残ります。かしこまりました。1コストでファラニクス召喚します。さあ、相手の手札に切ってきます、はい、召喚するんでコアチャージ、はい、ファラニクス召喚時で1コアプラスとして、はい、相手のライフが4以下なので相手の手札1枚してみます。これでお願いします。こちらで、はい、はい、ブラフマーフレーム、ブラフマーフレーム、じゃあ一気に並べてきました。コストで、はい、アロイデス召喚します。アロイデス召喚、はい、さあ、もうすべて10ヒローはしています。はい、2コストでホラクティ召喚します。うん、出てきました、ホラクティ。もう並べてきましたね。召喚されたんでコアチャージします。はい、このアタックステップ入ります。
ノクティアタックでアタック効果でデッキ目から3枚復活しました。アラニクス、うん、アラニクスいいな。これまた手札切っていきたい。はい、その中のパラニクスで1コストずつ召喚します。お、はい、ここで何を切れるか、まあ、防御札持ってるかもしれませんからね。アルティメットが出たので、で、はい、ここで1点破壊方向になります、はい、3個破壊方向の手回復、手回復します、はい、でここで、はい、そうですね、パラニクス召喚するのでコアチャージもらいます。で、パラニクスの召喚時1コア入ってきて、相手の手札を見ないで1枚破棄できるので、はい、その真ん中のカードでお願いします。はい、頑張っ、またおー、なるほど、大変証拠でいきます。あー、レックス、レックス、レックスだった。ここは疲労させて1点取るまでが限界か。で、フラッシュ、こちらフラッシュございません。フラッシュ、何億かホルス、はい、1個以上の1個使います。はい、天空神城ハレイズ召喚しますね。はい、残りはこの順番に切ってましたね。さあ召喚時効果で、はい、アレックスが10ヒロになりますね。これでブロッカーは召喚時効果でアレックス10ヒロでお願いします。この1点までが限界か、はい、そうですね。もしこちらございません、もしグラウカーホルスの、はい、さらに並べてくる、はい、で3番、はい、うん、手札を切ってくる、はい、切ることをやりますね、はい、結構辛いですね、はい、マスオさんもワンチャンありますからね、これ、はい、で、召喚時1コア、はい、で、相手の手札を見ないで1枚発揮できるので召喚します。これでお願いします。こちら、1枚目ので、なんだ、お、3枚目の白鳥防壁を引いた。白鳥だ、はい、こちらのフラッシュはございません。こちらもフラッシュでいいですね、はい、では対応できます。このまま単白で、はい、さあ、アタックステップが終了しました。コアステップ、さあどうなるか、ドロー、トップドロー次第。ちょっと考えてるってことは、まずアバタードラゴングリーンを1個動かします。ここは乗る、乗るんです。まずは1個ダックストンズパラウム、青の未軽減、7コスト、7コストか、7コスト、3、4、5、6、7、払えちゃうんですね。払えました、払えはすると、で召喚したいので買いと思ってるので、こことここにコアチャージ。これギリになりましたね、はい、まさかファラムを素出しで乗っけることになるか、ね、アタックステップ開始時に、アタックステップ開始時にブラフマー、グランフォーゼ、これはアタックします。ギリギリの勝負でしたが、これは決まってしまったか。一応フラッシュで、はい、フラスコロス、はい、ちょっとで、はい、相手にスピードあるときに対10ヒロの方選択でここみたいな、うん、ここまでですね、はい、ではこちらフラッシュございません。こちらもないです、はい、あれですね、ブロックします、はい、ではブロックしたときに、はい、1点抜きます。さあ決まってしまいました、決まりました、決まりました、何やこれは、うん、わかんない、夢か、夢か、現実か、教えてくれよ。さあ、お二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、マスオさん、ギリギリでしたね。ギリギリでした。もう手札を3枚捨てられた時に、そのコアチャージ要因が捨てられないかを、はい、ものすごいヒヤヒヤしながら祈っておりました。白鳥防衛も3枚落ちましたねそうですね、防御札 もうこのアレックスがなんとか耐えてくれたので、よかったです。さあ、そしてクレイさん、はい、いやちょっとね、だいぶホルスがやっぱりね、ホルスがちょっと来るのがちょっと遅かったですね。そうですね、結構めくったんですけどね、はい、さあ、BKZ 一勝でございましたんで、消費ワンボックスと、ライフカウンター獲得でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。続いてはミラクルレイミとエイジスによるスペシャルエキシビジョンマッチ。さあ、はい、なんか急遽ミラクルさんがエイジスの影川さんと戦いたいと言い出しまして、それで僕足止めされたんですか今。そうなんですよ。どういうことですか。帰ろうかなと思ってたのに。ちょっと2勝、まあ今回しまして、はい、
すごいいい戦いを見せてもらったなと思ったんですけど、まあ調子乗ってんじゃないかなみたいな。調子乗ってる。掛川さんに対する思いが強かった子もいたのでね、はい、なるほどね。ちょっとリベンジをあれですか、したいなと。やっぱぶりっ子許せないみたいなところもあるんですか。そうですね。正直やっぱそうか。そうなのかもしれないですね。じゃあちょっとね、エクストリームゲームの看板娘は私だと。ね、まあね、譲れない。譲れないって基本的にエクストリームゲームの看板娘はモアちゃんですからね。はい、全部自分にしようとしてるところがあるんですけど。油断も隙もあったもんじゃない。影川さんどうですか、その辺は。調子になんか乗ってないですよ。あ、聞こえてます皆さん。ちょっとやっぱ見えてます。なるほどね。女子に嫌われる女子ですね。そうですね。女のガチンコバトルを制すのは果たして。先攻ミラクルレミ。高校エイジス5掛川渚。ゲートオープン開放。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。何に付き合わされてんだ我々。確かにそうですね。なんて不毛な戦いに何かをかければよかったんですかね。そうなんですよね。本来帰れたんですけどね。そう帰れたんですけどね。だから掛川さんが勝ったらね、ミラクルさんの帽子を奪うとか、あ、なんかそういうのがあってもいいですよ。ミラクルさんの動きがいいですよ。あ、ホルス、ホルス出ました。早朝ですね。2枚、3枚、最初カード3枚出ました。おかしいな、本戦ではホルス相当ね、チャレンジャーの方嫌われてしまいましたけども、うん、ミラクル、ミラクルさんやっぱ早朝使い慣れてるんですかね。ね、緑好きだって言ってましたからね、うん、ファーストカードをセットして、黄色使ってもらいたいですね。ターン終了です。はい、ファーストまでちゃんとスタートステップ、コアステップ、さあドローステップ。さあ、エイジス5掛川さんは妖怪ですよ。エッチコスト十色戦記断蔵を召喚します。はい、さあ断蔵から、さあ断蔵から、断蔵のメインステップの効果使います。自分のライフの効果1個をこのスピリットに置くことで、ね、このステップの間、このスピリットに黄色のシンボル2つを追加します。これで紫、黄色、黄色ですよ。これが強いですよね、もうね。シンボル追加しているので、フル経験1コスト、ゴッドシーカー陰陽式召喚します。さあ、ゴッドシーカー召喚時効果は使わないです。はい、フル経験1コスト、なんだ、四季若丸召喚します。四季若丸でした、アタックステップに入ります。陰陽式でアタックします。で、先ほど使ってないのでアタック時効果使います。デッキの上から3枚オープンします。ここで使うか。まあそうですね、1回はアタックできますからね。で、その中の福読み1枚と天と化身を持つ黄色紫のカード1枚を手札に加えるので、相変わらずこのオープンちょっと弱いな。弱いですね。四季若丸で起こせるカードが来ないという。ラクタビージャ手札に加えます。で、残ったカードは破棄します。まあ、これは後でカシャネコでも回収できますから。続いて下の効果で、前妖怪を持つスピリット1枚、スピリットカード1枚を破棄して、デッキから1枚ドローするので、カシャネコ破棄して1枚ドローします。カシャネコを破棄、はい、フラッシュあれば。フラッシュこちらはないです。こちらもないです。ではラフで打っていただきます。現象では、未来風を減らしたバトルの終了時、剣王召喚します。なるほど、縁王を持っていたのか。縁王この形で召喚して消滅します、はい、もうこれで打点足りますね。バーストなんすかね。まあ、破壊時のイネムバルチャーかもしれないですね。続けて、はい、四季若丸でアタックします。アタック時効果でライフのコア1個をこのスピリットに置ける。そうした時、トラッシュにあるカード名、四季若丸以外の前妖怪を持つコスト3以下のカードをコストを支払わずに召喚できるので、トラッシュから陰陽式召喚します。はい、なるほど、はい、俺が強いんですよね。黄色のシンボルがあるので、ラッシュの効果でライフを回復します。はい、マジか、だるか、ラッシュ、はい、うん、ヒーローズクローズ持っていた。ローコスト1点、あー、ヒーローズクローズ、ローコスト支払ってヒーローズクローズ、はい、よかった、これがなかったら引き殺される。相手のスピリットアルティメット1体を重ヒーローさせる。2体、こことここを対象にヒーローにさせたいです。はい、フラッシュはないです。でもないです。ではそのアタックライフをかけます。はい、まあもうホルスもありますからね、一気に5点取られますよ。エンドします。はい、ではスタートステップ、はい、コアステップ、ドローステップ、うん、3しかと思ってる、強いな、ありますね。コストを支払って、これは強い動きだぞ。ゴッドシーカー、キジバトゥーラー召喚されたので、まず対象カードでコアチャージ、はい、召喚時効果を使います。4枚
ごくいい。エルバード強い。バラックス、アクバルチャーもまあ強いですけどね。最初カード1枚と残ったカードはデッキの下に。じゃあさあ、はい、4コスト2軽減、2コスト支払って、まず対象カードが出たのでコアチャージ、手札切れる。で瞬間時効果でボイドからコア1個、このアルティメットに入れて、さらに相手のライフが4以下の時、相手の手札を内容見ないで破棄します。じゃあ引きたいですかね。はい、はい、スナックタミジャ、はい、だ。でもバレてるんでね、残り1枚でじゃあラクタビージャですねっていうところなんで、うん、ファラニックス今レベル一応2なんで、ブロックされたバトル終了時このアルティメットを回復するという効果ありますが、うん、まあ、それと分かっててブロックはしないでしょうから、自分から仕掛けた以上アタックステップに入ります。負けられない、もうここは果敢にいっちゃっていいと思いますよ、うん、残り4点ですからね。ファラニックスでアタック、はい、レベル4号のアタック時効果でブロックされたバトル終了時このアルティメットを回復します。はい、フラッシュはないです。フラッシュ使います、はい、ではホルスのグランスキル4個ボイドに置いて自分のデッキを上から3枚オープンします。はい、何がめくれるか、うん、これも強い。ヒーローズクローズ、ヒーローズクローズ、アルティメットゲルビットか、イネブバルチャー、うん、ダブルシンボルが、その中の総長を持つカードを1コスト支払って召喚します。では対象、アルティメットとゲルビットにします。はい、ヒルスクローズは緑の効果でオープンされた時に、はい、自身の効果で手札に加わります。まあ、ゲルビットはアルティメットダブルアルティメットトリガーを持ってまして、アタックブロック時にヒットしたアルティメットトリガー1回につき疲労状態の相手スピリットアルティメットを1体手札に戻す。ダブルヒットでさらにアルティメットトリガー2回ヒットしたら相手のライフのコア1個相手のリザーブに置き、このアルティメットを回復するっていうことなんで、おこのアタックだけで全部バババってやっちまえばずっと、まあ、運良きゃいけるということです。そういうことですね。ありがとうございます。はい、ウサギですか。はい。では手札に加えます。冷たいっすね。はいはいって簡単と事務作業のように進んで激ドライですね。そんなドライなことあります。はい、できました。いや女性って怖いですね。フラッシュそれが何かみたいなと、あれはフラッシュはないです。こちらもないです。そのアタックはライフで受けます。ワラニックスレベル下がったんで今ライフで受ける必要はなかったんですが、ライフで受けましたね。究極神王アルティメットゲールビットでアタックします。ロックコンです、ダブルアルティメットトリガーロコン2枚、はい、ヒットヒットダブルヒットトリガーカウンター、ヒットしたアルティメットトリガー1回につき疲労状態の相手のスピリットアルティメット1手を手札に戻します。ダブルヒットしていたら相手のライフのコア1個を相手のリザーブに置き、このアルティメットは回復します。はい、まあ、ここを手札に戻します。で、ダブルヒットしているのでライフのコア1個リザーブに置いて、このアルティメットは回復します。これは妖怪にはきついか。そうですね、こそ3以下のカード、まあ、アタック中です。フラッシュがあればちょっと打点足りてますけどね。フラッシュでラクタビージャ、これ使った、手札裏向きで手元にあるこのカードを召喚することで手札1枚を裏向きで手元に置いて直ちにバトルを終了させます。はい、さあここでではバトルが終了したのでアタック継続、はい、ダブルアルティメットトリガー、再びアルティメットゲールビットでアタック、はい、ダブルアルティメットトリガーロコンとヒット、ヒット両方ヒット、はい、ではここを手札に戻します。はい、でライフを1点リザーブに置いていただいて、はい、もうアルティメットを回復します。恐ろしいね、はい、ラッシュはないです。こちらもないです。そのアタックはラクタビージャでブロックします。ブロック後フラッシュあればないです。わざわざブロックさせたあたりに1点負けで破壊されます。モテ遊んでいる感が。ではアタック継続します。ブロックしていいのよって言ってヒールビットでアタック、ダブルアルティメットトリガーロックオン、ガードガードまあ、回復はないですけどね。疲労しているスピリットNNで手札に戻せなくて、はい、ダブルヒットではないので、回復はしません。回復しないか、はい、ラッシュはないです。こちらもないです。ない、ブロックします。はい、ブロックが終わればないです。ないです。破壊されます。なるほど、次回もしたくないということですか。ではアタック継続します。はい、ゴッドシーカーフィーバトゥーラでアタック、フラッシュあれば、は
フラッシュはないです。こちらもないです。ナイフで受けます。決まった。淡々と。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうですか、あの先輩にボコられた感じで。そうですね、やっぱでも一番強いなって思ったのがウサギちゃんだったのでちょっと嬉しいです。ただなんかウサギですかって聞いた時に、ウサギですか、ほぼもうホウムシみたいな感じですよね、はい、そうです、うん、ちょっと集中したくて噛み合わないですね。バトル中にちょっとなんか余計なお話しされると、はい、真剣バトルだって聞いていたので、はい、はい、ちょっと怖いよ、うん、ちょどうかなエイジスと思って、どうかなエイジス、エイジスどうかなと思って、あエイジスどうかなと、そうエイジス絶対だね、あなたちょっとパワハラですよ。すいません。今後もなんかこんなちょっとバチバチが行われるのか分かりませんが、いやこれ今日ね、あの来てないエイジスの皆さんもね、はい、覚えておいた方がいいのは、調子に乗ったらミラクルがやってくる。ちょっと風紀的なところがある。風紀ですね。はい、次回二十歳の専門学生、23歳の会社員、はい、そこに一人おじさんがいる。謎の男女混合チーム守護神 FC。 どうですか、妖怪庭園を召喚します。だから熱心声優ダークブルムのバテン、一体どんな戦いを繰り広げるのか。バトルスピニュース、バトルスピリッツ超降臨編第4章エマージング D サイドが1月25日に発売予定です。やっしー、もうすぐそこまで足音聞こえてきましたあの足音が、はい、大きな足音が聞こえてます、はいはい、さあこの商品は新世界アマハラの主神アマテラスの収録やキャンペーンカードとして剣編の強力な X-ray をリバイバルで収録、はい、超降臨編を締めくくる超豪華な内容となっております。超豪華、はい、本日は X レアを2種ご紹介します。さあまずはこちらです。ドン、天正龍神グランテラス。お天正龍神ですよ、名前すごい赤だ、そう主君持ってますからね。さあこちらのカードですが、天正解放でグランウォーカーアマテラスのコア1個をこのスピリットに置くことで、相手のスピリットアルティメット全ての効果を発揮させずに、相手のスピリットアルティメット1体をデッキの下に戻します。破壊じゃないんですね、はい、何でも戻しちゃうぞと、効果消しながらですもんね、はい、すごい。さあこの効果はね、相手の効果で防げないので耐性のあるカードでも戻してしまう超強力な化身スピリットとなっております。さあ続いてはですね、こちらになります。どうぞ。天正神器大昼目、バースト効果で召喚後に天解放を発揮します、うん、自分の赤白のグランウォーカーネクサスのコア2個をこのスピリットに置け、うん、そうした時このバトル終了時にアタックステップを終了させることができます。おさらに、さらに自分の赤シンボルがあれば BP2 万以下の相手のスピリットアルティメット1体を破壊する強力なバースト効果を持つ化身スピリットです。こちら赤っぽいですよね。こちらの方が赤っぽいですよ、ね、逆なんですよ、ね、赤のガーディアンなのになんでこっち紹介してんの。まあいいけど全然いいけど、あとこの展開方がバーストって新しいですね。バーストで解放できるって初めて聞いたこれ、はい、はい、まあこんなね、2種のね攻撃的な化身と防御的な化身を使いこなして勝利を目指しましょう。今後も新たな情報を公開していきますので、どうぞお楽しみに、はい、バトルスピリッツ超降臨編第4章エマージング D サイドはブースターパック9枚入り270円、自販機ブースター6枚入り200円です。皆さんぜひゲットしてくださいね。